ザッ、こんにちは。豊さん、はい、気づかなかったんですけれども、はい、オリンピック期間中、はい、怖がってます？何？1ヶ月も休みなんですよ。そうだよな、シーズンが。これということは、まあ、オールスター明けからもう休みになっちゃうんですけど、うん、オールスター前まで、うん、って考えるともう1ヶ月ちょっとしかないんですよ、レギュラーシーズン。そうだよ、はい、前半、うん、これはちょっとどうなんですか、各チーム、まあ、いろんなチーム事情あると思うんですけど、まあ、阪神は、はい、まあ、馬なりでいいよね。というのは、はい、やっぱりこう本当にしんどい時っていうのは、うん、やっぱオリンピック後に待ち受けてるよね。阪神はオリンピック後なんですね、待ち受けてるのは。そう、だってこのまま流れていくと思うよ、阪神は。おお、そんなに大崩れもしないと思うよ。これなんでかっていうと、はい、岩佐田岩崎がさ、はい、ちょっと疲れたなと思ったら、うん、藤浪を中に入れて、はい、びっしり抑えるよね、うんうん、あ、これ阪神が苦しくなってきたぞと思った時に藤浪が出てきたりだとか、はい、やっぱ矢野監督はね、今年冴えてるな、はい、で、近本1番、2番中野、うん、中野を使ったら中野が2番でしっかりした仕事をし始めてる。盗塁なんかアウトになってないしさ、現時点で、はい、ね、近本、中野、これが塁に出て走られて、うん、サンズやマルテや大山や佐藤がガンガン打ち出したら、はい、セ・リーグではナンバーワンの破壊力だわ。ちょっと止めるチームがだから隙がない、この1ヶ月間、はい、まあ、例えばオールスターまで1ヶ月間、そこでよしって気合い入れ直さない方がいい、馬なりでいいからって、勝負は先にあるからって言った方がいい。だからもう怪我人を出さないことだよ。そこですね、怪我人出してもいるけどね、はい、外野手には糸井っていうのが控えてるしそうです ね、 ね、だから阪神はバントの練習をしときゃいいよ。交流戦でね、ちょっとそのバントのっていうのがありましたからね、うん、この前も坂本が失敗してさ、はい、あの原口が返してくれたから、うん、そうやって消せる時っていうのは、そのミスを、うん、やっぱチームの状態がいいし、はい、みんなが充実をして、うん、やっぱり野球やってんだよね、はい、で困ったのが巨人、巨人、これはやっぱり調子の悪い人間、まあ、例えば丸太とか、はい、そういうものも調子を上げていかなきゃいけないし、陽大館っていうのが調子がいいけど上げないんだよね。それはなんかなぜなんですか、ね、いや、それは分かんない、ファームで見てるんだけどさ、はい、まあ、いい、ほんと調子がいいよ、はい、だけど上げない、うんうん、それと、まあ、梶谷の怪我は復帰も待ち遠しいし、苦しいな、苦しい、まあ、喋るのも苦しい、ただ、うん、一つにね、はい、山口が帰ってくる、はい、山口がどれだけやれるかっていう、うん、一つの明かり光みたいなのはあるよ、ピッチャー陣の中で、うん、でもこれが消えた時にはまたしらける材料になるからね、そこちょっと大きいギャンブルというか、ギャン、まあ、そうだな、ギャンブル的なところだよな。そうですよね、うん、っていうと巨人にとってはこのオールスター前までのこの期間の戦い方っていうのは非常に厳しくなってくる。いや、もうあのフル回転だよね、うん、1ヶ月間休みあるからってフル回転だよ。そうですね、うん、フル回転で行くしかないよ。ここでもう本当にその首位の、うん、まあ、阪神に追いついてないとっていうか、離されないようにしないとってことで、それとも追いついてないと、あの、ね、あの3ゲーム以内だったら大丈夫。3ゲーム以内だったら大丈夫ですか、うん、それは何でかというと、はい、経験値が違う、うん、やっぱね、3ゲームで追っかけられてピタッと疲れてるっていうのは、はい、やっぱ嫌だよ、うん、それとやっぱり優勝するのにはプレッシャーとの戦いもあるよね、はい、見えない敵との、うん、だからそこを乗り越えていかなきゃいけないでしょ、はい、そうなってくるとやっぱ3ゲームに以内につけとかなきゃダメだね。3ゲーム、まあ、例えば3連戦して、はい、3連敗したらこれ一気に追いつかれるぞっていうようなぐらいのプレッシャーは欲しいよね、うん、じゃあとにかく3ゲーム以内に位置づけておく、うん、現時点で、はい、撮影してる現時点で6ゲームあるからね、そこを持ってくっていうのはかなりの、ね、いや、かなり大変だよ、うん、ね、そうですね、うん、それと中日、はい、中日も来るね、絶好調、交流戦、これはね、うん、なぜ来るかというと、やっぱりあの、まあ、そんなに打てないよ、はい、打てないけど、その中で打て出したという、はい、で問題も抱えてる、
まあ、例えば根尾があれだけ打てないのになんでファームに落とさないんだとか、うん、ね、京田とか平田とか落としてるくせに根尾は別なのかって、はい、それはね、平等の中にも不平等ってあるよ、うん、根尾はこれから中日を背負っていく選手じゃない、はい、それに一軍の経験を差しとくっていうのは、うん、やっぱ財産になっていくからさ、彼の、はい、だから落とさないんだと思うし、うん、それを成績だけでいじってたら選手なんか育たないしね、うん、だから俺は根尾は一軍でね、自分が言ってくるまでこれは無理ですって、はい、言ってくるまで置いとくべきだよ、うんうんうん、だから根尾はところどころ光るところも見せてくれてるし、はい、だからそういうのが不協和音として出ないことを俺は祈ってるけどね、うん、あ、この1ヶ月ってことですよね、うん、そうそう、それとやっぱなぜいいかというと、はい、やっぱ投手陣がいいわですね、で今年はやっぱり9イニングっていうのは縛りがあるから、はい、投手陣をつぎ込めるだけの質と量を持ってるということ、はい、だからそんなに大崩れしないということだよね、うん、だから中日が俺は逆に巨人を食ってしまうんじゃないかっていうふうな、もしかして2位に行く可能性もあるよ、もたもたしてたらね、巨人がね、しかも中日のクローザー、キューバの、うん、キューバ敗退したので、うん、もう合流できるので、うん、またさらに投手の層がぐっと締まるというか、うん、そうだね、なってくると、そうですね、巨人に、いや巨人よりは全然投手陣は安定してるし ね、はい、ですね、でヤクルト、はい、でヤクルトはスタミナの問題だな、スタミナ、だから一回ブレーク挟むからさ、そこで息吹き返される、はい、息を吹き返すだけの時間がある、はい、うん、だけどすごく不安なのがもう野手とかそういうのがいいんだよ、クローザーとセットアッパー、はい、まあ、石山とマクガフ、はい、安定しないんだよ、うん、やっぱね、9イニングって縛られたらそこが一番大事なところなんだ、試合のね、はい、そこに安定感のあるピッチャーを置かないと上にはいけないかな、はい、あ、ということは配置転換も可能性として考えられる、いや、だからその1ヶ月間、まあ、あと1ヶ月間でブレイクタイムに入るけど、はい、その間はそんなに変えないと思うけど、はい、あとのこの休みの1ヶ月間、はい、これによって変えてくる可能性はあるよね、うん、でもいないんだよ、変えるだけの選手は、そうですよね、うん、ということはじゃあもうこの1ヶ月間は石山投手とマクガフ投手でなんとか持ってもらいたいっていう、そこがポイントになる、でもそこを信用してそこで我慢するのか、はい、それとももうスパッと変えるのか、そこキーですね、ここはポイント俺は高いと思うよ、ヤクルトもすごくいい戦い方してるし、はい、粘り強いしさ、はい、ベテランは頑張ってるし、うん、でもここの8回9回、うん、これを誰を持ってくるかによって全然俺は変わってくると思う、いや、そこポイントですね、見どころですね、広島、はい、もう頑張れよって、いや、もうチームが今、いや、あそこはね、必死にやってるんだよ、はい、真面目な選手も多いんだよ、うん、頑張れと、もうそれしかもうないっていう、じゃないと栗林が潰れる、もったいないですね、現時点で、はい、22試合、はい、無失点記録なんだよ、はい、だけどセーブがつかないんだよ、全部引き分けて投げてんだよ、かわいそうだよ、なんとかしてやってよと思うけどさ、このね、今年はね、クローザーだとか、はい、そういうのがしっかりしてるところが俺は強いと思ってたのね、はい、栗林っていういいクローザーができて、はい、中継ぎがいない持ってこれないんだよここにそうなんですよね、だからすごく苦しいんだけど、はい、まあ広島は今年は苦しいと思うよ、ちょっともう今シーズンは苦しい戦いが続くかなと、うん、そして DeNA な、はい、DeNA は怪我人を出さないことだな、はい、でオースティンが怪我をして4番を外れた途端に、はい、西武に打ち負けるという交流戦でね、うん、はい、だから怪我人を出さない、うん、でオースティンっていうのは昨年から加入して、はい、やっぱ怪我が多かったんだよね、はい、で多少痛いところがあったら、まあ、休みがちな、うん、どちらかというと選手なんだけど、はい、まあオースティンが怪我で離脱すると代わりがいないわね、もう、そうですよね、選手層が薄い、それと若手の投手を育ててるけど、
まあ良かったり悪かったりというね、ムラがあるんだよな、はい、だからまあそこら辺はやっぱちょっと苦しいと思うよ。このじゃあこの1ヶ月オールスター前までの戦いはそこしのぐってことですね、まずオースティン。でもね、交流戦で見せたように、はい、爆発力は持ってるんだよ、はい、だから期待をなくすことはない、うん、爆発力はある、はい、だからそこにかけるかどうかだよね、うんうん、あのままの交流戦のいい時のあの勢いでいけば順位もこの1ヶ月で多少はやっぱり上げてくることも可能ってことですよね。可能可能、うんうん、だから、まあ、4位まではちょっと、うん、数字的にちょっと厳しいけどね、はい、まあ5位に上がって後半っていうかブレイク明けに、まあ、A クラスを狙える位置にいてくれたらいいけどね、はい、そうですね、うん、そしたらモチベーションも上がるしね、はい、だからそういう戦い方をしてほしいし、まあ、山崎康明、うん、まあまあ良くなってきてる、はい、で三島いいよね、頑張ってるし、だからここら辺にやっぱりしっかりつなげればね、はい、いいと思う、うん、まあ、エスコバも怖い顔して投げてる。男は黙って投げるだけ。投げるだけみたいなね。投げたらパリーグのバッターにはポンポンホームラン打たれてたけどな。あれをホームランするんだね、パリーグの選手はね。すごいですね、パリーグの打者っていうのはやっぱり。うんうん、だからまあ男は黙って投げるだけ。はい。で、まあいいか。何ですか？いや、二番手が国吉ばっかりなんだよ。はい、国吉投手。そう。国吉も潰れるんじゃないかと思ってるぐらい。ちょっとね、うん、気になりますけれどもね、そうそうそう、金属的なものっていうのはということで、まあ、帰るって言ってるから、そうです、ね、そうですね、今日はセリーグの各チームのこうブレイク前までの戦い方、そうですね、はい、はい、解説しました。